ドニゴール空港はアイルランドのドニゴール県キャリックフィンにある国際空港。空港コードは CFN。アイルランドのドニゴール県北西部バンベックの南西に帰りに位置しており、ダングロートグー移動から車で約15分、レタケニーから45分のところにある。ドニゴール県内ではキャリックフィン空港として広く知られている。運営者は ドニゴール国際空港株式会社。1980年代半ばまで滑走路は芝生だったが、その後一時的な建物のある、舗装の滑走路に置き換えられた。同空港は1986年に開港し、アイルランド政府、民間投資家、ドニゴール県評議会、アイルランド国際基金、欧州地域開発基金からの資金と支援を得て開発された。 1990年代には滑走路が1500メートルに延長され、最新の航行補助装置と設備を備えたターミナルビルが追加された。2007年2月21日、アイルランド政府は空港に資本金として380万ユーロを提供すると発表した。ダブリンへの国内線はエアーアランによって運行が開始された。2009年にダブリン経由で コークへの路線を運航し、その後週6便まで減便した。2010年3月をもってこの路線は廃止された。2010年2月、エアーアランは、グラスゴープレストウィック空港への路線を廃止し、グラスゴー国際空港に移転した。2000年代後半から2010年代初頭にかけて、シティジェットは、 フォッカー50を使用して4月から9月までロッテルダムへの土曜日の季節限定チャーター便を運行した。ダブリン線は2012年から2015年までローガンエアーのサーブ340によって運営されており、航空機と乗務員の補充をするためにグラスゴーを経由していた。エアリンガスリージョナルとして運営されているストバートエアはダブリンへの路線を補助するために アイルランド政府から公共サービス義務の資金を受け取った。2014年に契約が成立し ATR42 から300を使用し2015年3月1日に運行を開始した。2018年3月現在、道路線は ATR42 から600で運行されている。ドニゴール空港は2018年、2019年、2020年に 世界で最も美しい着陸地点として選ばれた。ドニゴール空港には、カフェバー、キャライムフィンショップ、観光情報、ATM、無線ラン、エンタープライズ、レンタカー、タクシー乗り場、格納庫、レンタルオフィスがある。エアー・アラン到着期2020年9月現在の定期便及び、チャーター便は以下の通り。ドニゴール空港は、その立地上、強風による運休が、 しばしば発生する。エアリンガスリージョナルのダブリン線は ATR42 から600もしくは ATR72 から600で運行され、夜の便が到着後に夜間中期されるが、翌日に強風による運休の発生が想定される場合、到着後夜間中期せずにダブリン空港にフェリーされる。翌日になり運行可能と判断された場合、再び、 ダブリン空港からドニゴール空港にフェリーされてから朝の便が運航される。この場合大幅な遅れが発生することになる。この遅延は同じ気を使用するダブリン空港、万島空港の便にも影響する。ありがとうございます。